こんにちは、春です。今日は新大久保の近くの西武新宿駅にあるプリンスホテルに来たんですけど、後ろを見てください。これ韓国ナンバーワンの LCC チェジュエアーとコラボした機内食が食べれるカフェを期間限定でやってるので、今回はその美味しいメニューをすべて食べていきたいと思います。6年間住んでた私がマニュー向けの韓国グルメや美容医療、韓国最新コスメやスキンケア流行などを配信するチャンネルだよ。チャンネル登録してね。見てください、見て、タプスング登場口ってハングルで書いてありますね。新大久保のすぐ近く、西武新宿駅になんと韓国ナンバーワンの LCC チェジュエアーの機内食が食べられるレストランがオープンしました。入り口から空港の搭乗口のようになっていたり、なんと実際にチェジュエアーのノベルティが購入できたりします。飛行機の窓のような装飾があったり、まるでこれから旅行に行くみたいですよね。来ました。今回このプリンスホテルとコラボしたチェジュエアーの機内食メニューですね。もう本当にそのまま機内食みたい。このトレーとか紙のねボックスとかは本当にチェジュエアーの機内で使ってるものをそのまま使ってるそうです。まず最初に食べるのはプルコギ丼ですね。美味しそう。機内食ってなんとなくスプーンで食べてるイメージなので早速いただきたいと思います。結構お肉がしっかり。コラボカフェといってもホテルでねやってるコラボカフェだから、すごい綺麗だし、お肉も美味しそうですね。うん、美味しい。機内食っていうか普通にプルコギをレストランで食べてるような感じで、このレシピも本当にチェジュエアさんの機内食で出してるやつを新宿プリンスホテルさんがいただいて作ってるそうなんですけど、美味しいです。びっくりした。プルコギのね甘いお肉と、このプルコギの汁が染みたご飯がすごく美味しいです。これボックスでセットになってて、サラダとコンソメスープですね。野菜がいっぱい入ってます。はい、次どんどんいきます。これはチーズタッカルビ丼ですね。上にチーズタッカルビが乗ってて、下はご飯が敷いてあります。甘いのか辛いのか行ってみます。辛くないです。鶏肉もゴロゴロ入ってて、チーズもかかってるから結構マイルドで、やっぱ機内食だからね、万人受けする味というか、普通にすごく美味しいチーズタッカルビでした。チェジュエアは韓国ナンバーワンの LCC だそうで、日本と韓国の便もそうだけど、韓国からグアムとかハノイとかね、いろんなとこにも路線数も相当多くて、韓国ナンバーワン LCC の機内食美味しいのが新宿で食べられます。人気ナンバーワンのビビンパです。やっぱね、韓国の機内食といったらビビンパですよね。皆さん見た目もすごく綺麗じゃないですか。ちょっと混ぜるのがもったいないぐらい、付属のコチュジャンとごま油を混ぜていただきます。もやしのナムルがシャキシャキで、ごま油の香りもして、ゼンマイのナムルとか、あとお肉のそぼろとかね、機内食のあのビビンパをすごい思い出します。懐かしい。黙って全部食べたいです。これすごい美味しい。うちなの分かりますね。美味しいからってどんどん食べてないでレポートしなきゃなんですけど、これを頼むとね、こういうちっちゃいカードみたいなのがついてくるんですが、実際のチェジュエアの航空券を買うときに使える割引のクーポンコードがついてきます。機内食食べて本当に韓国行きたいなってなったら、これでチェジュエアの航空券1000円引きで買うことができるんです。さらに今イベントもやってて、今回食べたこういうものとかを写真に撮ってインスタにこのハッシュタグをつけて、で新宿プリンスホテルとあとチェジュエアの日本のアカウントをフォローして画像を上げると、航空券だったりとか新宿プリンスホテルの宿泊券だったりとかディナーチケットだったりとかね、すごいものが当たるので、こちらもチェックしてみてください。下のねヨヘンマっていうコラボカフェだけじゃなくて、なんと新宿プリンスホテルさんチェジュエアとのコラボルームもあって、そちらもなんと特別に見せていただけることになりました。入ってみましょう。どんな感じだろう。あ、なんかもう旅行に来たみたい。あ、すごい、見て、飛行機の窓みたいになってる。ラブ新宿とかね、ハングルも書いてあったり、チェジュエアのグッズとか、あ、見て見て、これとかも航空券とチェジュのみかんジュースですね。航空券に CA さんからのメッセージとかがね書いてあって、今ちょっと QR コードを隠してるんですけど、ここを読み取るとチェジュエアの CA さんからのウェルカムメッセージ動画がね見れるんですよ。私さっき見たんですけど、めちゃめちゃ韓国旅行に行きたくなりました。室内いろんなところにこだわりがあって、私ちょっとびっくり
くりしたんですけど、鏡とか元からこういうデザインなのかと思ったらね、今こういうウェーブ状の鏡、韓国っぽいデコレーション流行ってるじゃないですか。わざわざそういうデコレーションにしたそうです。ここでね一緒に写真撮ったりとかできますよね、友達と泊まってね。チューリップ、韓国っぽインテリアですね。でこれ皆さんわかりますか、ヨヘンスタグレム。旅行行った場所の写真と一緒にヨヘンスタグレムっていうのをハッシュタグつけて投稿するのがね、韓国の方の定番ですね。なんかもう映像とかも韓国旅行で来てホテルで着いたぞって休んでる時に流れる映像みたいなのがあって、めちゃくちゃ韓国旅行に行きたくなるコラボルームですね。今回紹介した新宿プリンスホテルとチェジュエアのコラボイベントは10月末までなので、お間違いなく実際の航空券や宿泊チケットが当たっちゃうイベントもやっているので、よかったらぜひ行ってみてください。新大久保からも近いので、新大久保で食事をした帰りにちょっとフラッと寄って旅行気分を味わってみるのもいいかもしれないです。この時実際に食べたものをインスタに載せたら、本当に韓国に行けるチケットが当たっちゃうかもしれないですね。コラボルームもテレビで生放送でやってたり、どんどん人気で埋まっちゃうので、もし東京に来るイベントがある時は韓国旅行気分を味わってみてはいかがでしょうか。というわけで今回紹介した地下1階にあるチェジュエアの機内食が食べられるヨヘンマっていうコラボカフェと、こちら新宿プリンスホテルさんとチェジュエアのコラボルーム、すべて10月末までですのでね。でインスタグラムとかのイベントもねいろいろやってるので、そちらもぜひ当てて本当に韓国に行ける航空券とかね、そういうのも当たるのでぜひ参加してみてください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいねとチャンネル登録、インスタのフォローもお願いします。アンニョン。